はい、皆さんこんにちは。松陰坂学院で国語を担当してます光武と申します。はい、それじゃあですね、今日も楽しく国語を一緒に勉強していきましょう。はい、今日はですね、問題を解いていきたいと思います。はい、おなじみのやつですね。類義語、対義語、多義語の中で今日も類義語の問題を一緒に解いていきましょう。皆さん、類義語ってどんなものだったか覚えていますか？そう、こいつね、こいつは何かっていうと、そう、意味の似ている言葉なんだよね、類義語ね。いい？で、類義語のね、授業の中でもご紹介したんだけれども、類義語っていうのはあくまで似ているだけであって、同じという意味ではありません。あくまで似ているだけなんだよね。だから必ずイコールになるわけではないということだね。意味や用法があくまで似ているっていう、そういうふうに覚えておくことが大事です。類義語の類っていうのは、これ類って読みますからね。で、詳しくはですね、これもうすでに授業動画でね、出ていますので、おすすめにも上がってると思います。そこのおすすめに上がっているね、動画をクリックして、わかんない人はもう一回確認して、何度も何度も反復して学習してください。はい。今日もね、同じようにいつものように問題を解いていきましょう。次の1から5のね、類義語を語群から選んで漢字に直してください。はい、語群ここです。ここですね、機密向上行為、高い自負とあります。この5個のね、言葉をですね、漢字に直してそれぞれ答えてもらいます。制限時間は1分くらいかな。で、最初からね、いきなり解説を聞くんじゃなくって、問題を解く前にね、解説を聞く前にね、必ずね、問題を解くために時間をね、ちゃんと取りましょう。まあ、だいたい1分くらい自分で測ってみてください。で、その時にね、動画がね、進んでいかないように、解説編を聞く前に動画をポチッと止めて、ポチッと、ピッと止めて、ピッて止めて。で、それで解説をきちんと聞いて、OK。というふうにしましょう。問題を解く、ね、解説を聞く、これを一つのサイクルにしてください。で、そのためには、ね、類義語って何だっけっていうふうなことをね、ある程度覚えておかなきゃいけませんから、その意味ではね、類義語ある程度まとまっているものっていうふうなものをね、学習する時間を取ると良いのではないかと思います。はい、それではですね、早速問題演習入っていきたいと思います。じゃあね、僕ね、画面から吐けますので、そのタイミングでね、ピッとピッピッと動画止めて、で、それで解説をね、聞く前にね、必ず問題を解いてみてください。はい、それじゃあね、ポチッとこのあたりでね、動画を止めてみてくださいね。はい、できましたかね。どうかな。動画止めて問題解きました、皆さんね。そう、で、ここまでできればね、あとはね、一緒に問題考えていきましょう。今回結構難しいやつありましたよね。なかなかね、書けなかったんじゃないかなっていうところもあったかと思います。わかりやすいもの、頭からね、見ていきましょう。これ進歩ですね。まあ、進歩ってことは前進していく、先に進んでいくっていうふうなことですよね。例えば、科学技術が進歩するって言ったら、発展するくらいの意味で使っていきますよね。だから、より良いものを目指していくっていうのは、前に進んでいったり、高みを目指していくっていう表現もありますよね。上に登っていくっていう表現も、そう、前進していく、進歩する、発展すると同じ意味で使えます。じゃあ、それは何なのかっていうと、こいつです。向上という言葉ですね。つまり、常に高みを目指していくんだっていうのをね、向上心とかって言ったりしますよね。上を向くと書いてください。だから進歩を目指していくっていうふうな、そういう気持ちのことを向上心と言ったりですね。彼は向上心があるって言ったらね、常に高みを目指して努力している人だとか、そういう意味で使います。だからまあ、イメージとしては前に進んでいくのか高みを目指していくのかっていうふうな表現の違いだけど、まあ内容としては大体同じだよね。ただ若干伝わるニュアンスは違うんじゃないかなと思いますよね。つまり、要は自分が高みを目指していく、価値の高いものを目指していくって感じがすると向上なんだけど、進歩っていうと、ほら、発展していく軸が前に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 って進んでいくようなイメージだから、ちょっとこことここではね、若干イメージがずれてくるところもあるかもしれませんね。はい。それでは次のやついっていきましょう。秘密です。秘密。ね。秘密だよって言ってね。まあ知られちゃいけないようなこととかね、それを知らせないようにすることだよね。彼には秘密が多いって言ったら隠し事が多い。ね。世間に出せないようなね、ことがたくさんあるって、こういう意味ですよね。じゃあこれ何かっていうと、正解は機密ですね。
はい、機密と書きます。で、機密と秘密の違いなんですけれど、いいですか、あくまで類義語は似ているだけで同じじゃないかね。当然機密と秘密は違います。機密と秘密は違うんですよ。じゃあどんな風に違うかっていうと、機密の方が重要度が高いです。例えば国家機密とは言うけど、国家秘密とは言わないですよね。秘密っていう風なね、隠し事をすることとね、隠している事柄っていう大きな中にとっても大事なことっていう風なものが当然含まれてきますよね。そのとっても大事なことに関しては機密とかね、いう風なことを使います。国家の機密事項とかって言って、秘密事項よりも機密の方がよりね、重要度が高いという感じがしますね。はい、ここまで大丈夫ですか皆さん。それではここまで大丈夫だったら、3番目のいいですか、親切に行きたいと思います。で、3番目の親切なんですけれど、親切、正解はここの好意というものを使います。好意っていうのはこれを書きますね。よっと、好意と書きます。で、ね、まあ、熱い気持ちっていうところからね、まあ、親切、思いやりのある心とかっていう意味を持っています。で、ここでちょっと注意しなきゃいけないのが何かっていうと、こいつです。結構書いてしまいやすいんだけど、これですね。こいつを書いたらダメです。この好意っていうのは確かに同音異義語って言って、ね、同じ読み方をするんだけれど違う意味を持つ漢字なんですね。で、結構しかも迷いやすいところであると思うんだけど、こっちの好意っていうふうなものはどんな意味かっていうと、彼はね、例えば、さとこちゃんに好意を寄せているっていう言い方をするとき。まあ、たかしくんはさとこちゃんに好意を寄せているっていうときは、そのさとこちゃんのことをたかしくんが好きだっていう意味で使うんですね。なので、この親切心だとかね、相手を思いやろうとするその気持ちとか、そういうものと誰かを好きだという感情っていう恋愛感情は違いますよね。だからこの好意っていう風なものはこっちでは使っちゃいけません。だから今回そういう意味では2番と3番は結構難しかったんじゃないかなと思うんですよね。その特に違いってなってくると、機密の方が秘密よりもこっちの方が重要度が高いし、こっちは、ね、同音異義語でね、どっち書くんだっけってつい迷っちゃいやすいとこだからね、気をつけてくださいね。で、同音異義語もね、たくさん問題をね、これから上げていこうと思います。まあ、こういうのはやっぱり問題演習をしながらね、慣れていくってことがとっても大事になってくるので、まあ、このあたりもね、ぜひね、よかったらね、練習にね、使ってみてください。あとはまあこういうね、まあ同音異義語もそうなんだけど、類義語とか対義語とかはね、漢字検定の定番だったりしますからね。その意味でもね、やっぱり漢字検定とか受ける人もね、こういう動画を使ってね、ぜひね、勉強してみてくださいね。はい。まあここまで来ると4番と5番はそれほど難しくなかったかもしれませんね。自信というふうなものは何かっていうと、これはですね、自負ですね。自負を使いましょう。まあ、自負ですね。まあ、しっかりと自信を持っているということは、まあ、自分でね、自分をね、背負い込めるというふうなことですよね、自負。で、最後、死去ですけれど、死去っていうのはまあ死ぬことですよね。これ何かっていうと、これ他界が正解です。まあ、ここまで来ると消去法で解けたかもしれませんが、他界が正解です。つまりこの世とあの世っていうもう別世界ですよね。死んじゃうってことは死んでこの世を去るっていうことですね。去るということは別の世界に行くということなんですね。死んでこの世を去るわけです。だから、ね、他の世界へ行くってことですね。ね、死んでこの世を去るってことは他の世界へ行くということですよね。だから、死去と他界が同じ意味というふうにね、まあ、ほとんど同じ意味として考えられるわけです。
まあ要は行くとね、行くとね、そこから去っていくっていうふうなことですからね。まあそれをひっくり返しただけの表現とも取れますね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、一回はけて、こんな感じの板書になりますね。板書を取りたい人はね、一回ここで止めて、内容を写したりしてみてください。で、まあね、今日のね、動画のね、授業はここまでにしますけれど、まあね、しっかりと、復習して、知らなかった言葉とかね、間違ってしまった漢字とかはね、必ず辞書で引いて、覚えるようにしましょうね。まあ、いつもね、授業の最後に言ってますけれど、国語力っていうのはね、細かいこういう言葉の積み重ねなんですね。やっぱりこう言葉を知っているってね、それだけ単語をたくさん知っていて使えるっていうのはものすごい武器になります。皆さんがね、高校入試、まあそれからね、先にね控えている大学入試とかで、例えばさ、まあ、記述の問題とかね、これからどんどん増えてくる小論文とか、あとは面接のね、課題とかもね出てくるかと思います。その時やっぱり言葉を知らなかったらね、やっぱ付け焼き刃になって戦えないんですね。だからやっぱりね、もうちっちゃい時から、言葉に親しんで、あ、この言葉ってどういう意味なんだろうってことを常に疑問を持って、それどん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 自分のね、語彙力を豊かにしていってください。もうそうすればね、君たちの学力はどんどんうなぎ登りでグーンって上がっていきますからね。ぜひね、一緒に、国語力強化して頑張っていきましょう。はい、それじゃあね、今日の講義はこれくらいにしようと思います。今日の授業面白かったよって人はね、高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしてますね。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。